はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーギーツももうあと数話しかないのに、慶和の闇落ちパワーアップきたー。そしてめちゃくちゃかっこいいバックルが登場したんですが、ハイプレ版で発売もしょうがないか、この時期だからしょうがないか、2号ライダーの強化だから、ここは一般発売で情報解禁からの突然発売みたいな流れが来て欲しかったけど、やはりプレ版限定だって。仮面ライダーギーツ本編に登場した武人ソードバックル商品化デラックス武人ソードバックルが6月26日明日だの16時からプレミアムバンダイで受注開始、続報を待てで、この力で叶えてやるよ俺の世界王で、ツムリーにお願いして作ってもらった新たなバックルね。完全な新ベルトかなと思いきや、やっぱちゃんと左右分割があって、普通にデザイアドライバーを使うものでしたね。なんだけどコア ID 自体がバックルと同化してますから、キャンペーン専用のタイクーンのコア ID は必要ないと。あ、でもよく見ると剣部分に釣り目のタヌキがいるだけで、ちょっと後ろのコア ID が見えてるから、いるのかコア ID。 僕ベロバーとキケラーが受け取った新たなブラックプレミアムカード、絵が推しライダーの強化に使われるかと思いきや、来週新たな怪人が2人出てきてて、しかもそれがどう見てもベロバーとキケラーで、カエル怪人と牛怪人、運営からもらったカードを使って怪人化するの、もうどういうこと、あの2人。そしてタイクーンの武人フォームなのかな、正式名なんだろう、正式名は仮面ライダータイクーン武人ソードだ。ほんとここに来て一気に雰囲気変えてきましたね。これでコマンドフォームの一部パーツ流用でリデコンになってるって話ですが、いやわかんないね。でも武人ソード自体のあの武器の方がこういうおもちゃっぽい剣を使ったりしないんだね。てか今週で改めて思ったけど、あれだね、ギーツの最終章、あーこれ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 、新怪人、もうどう見てもお前ケケラだろう、お前ベロバだろう、この牛怪人とカエル怪人。そう、なんか今週のギーツで改めて感じたのは、ギーツのこの最終章、残り10話ぐらいから最終章が始まりましたが、プレイ版、反則タイムなんだなっていう、販売促進タイム。去年もこの時期っていろんな新アイテムとか仮面ライダーがブワーって登場したんだけど、結構急ぎ足に、ちょっと強引な登場のさせ方じゃないみたいな感じで、物語とバンダイが発売したいものが噛み合ってなかったんですが、そこが今年アップデートされて、要は39話40話ぐらいまでギーツが終わったじゃない実質最終回みたいなのがあって、でそこから新章が始まったんだけど、そこからどうすんのかなと思ったら、そこからプレ版アイテム売ってくぜみたいな、それを物語とうまいこと絡めていくぜみたいな。だから武人騒動の登場とかもさ、ちゃんとずっと闇落ちの伏線があって、キケラが慶和をお姉ちゃんに犠牲にして闇落ちさせたいっていうのが中盤からありましたから、ちゃんと伏線があっての闇落ちライダーだったので全く違和感がなかったですし、で今絶賛バッファーが不幸になってるところだけど、それを打破する新たなフォームもあるでしょうし、ここに来て創生の力を持ってるギーツ9じゃ攻略できない話になってきてるので、ギーツ10とかがあるんじゃないか疑惑。僕あれなんですよ、ブーストマーク2がまだレーザーレイズライザー以外と合体する可能性をまだ捨てきれてないので、ギーツももう一段階強化、あメインライダーもう一段階強化とか、あでもナーゴか、ナーゴも強化あるか、だからあと出てくるライダーとして、まあ、怪人が2人出てくる、それが何を使うんだろうね。もしかしたらこれなんかベルトとか変わってる、この2人、あベルト見えないな、なんだろう、新たなベルト装着してる、なんかひび割れてるねベルトが、あでもそれ以上は分かんないな。てかあれなんだ、怪人隊思いっきりこれ新規造形だよね、ライダー隊は CG だったのに。だからこれもしかしたら新たなベルト使うとかで、カードをセットするとかで、それがプレ版に出るとか、まあ出るとしたらこの2人のプレミアムカードで、バッファの強化バックル、ナーゴの強化バックル、ギーツの強化バックルとか、さらなる強化バックル、あと8話ぐらいでできるか、ほぼ毎話出さないと無理だけど、大地に関してはもうね仮面ライダーになれないって言ってましたから、ナーゴも今つむりの力があればいけますよね。ってことで今週は大地が仕掛けたパラサイトゲームでもう人々が感染しまくって、第2ステージの人がバンバン出てくると、キーワの姉ちゃんを殺めてしまったバッファーがもう大暴れするわけですよ。自分が何とかしないとどんどん犠牲が増えるから、もう第2ステージになった人たち
ちですらバンバンゾンビブレイカーで倒していくっていう。でどんどん一応消滅っていう設定ですが、第二ステージの人たちは地中に埋まるみたいな消え方なので、まあ、本当に消えてるんじゃなくって、大地が集めてる世界中の人々の記憶、そこのなんか世界中みたいなところにその消えた人間たちが吸収されているような描写がありましたので、第2ステージの人間は救えないって話ですが、なんとかできそうな可能性も出てきたかな。木に埋まっている人の顔がいっぱい出てきたからやばいよね。でもあの辺の描写とか今日特にさ、ジットのスメアクションなんかもあって、あ、坂本監督だったか、今週とかもしかして。ジット変身しなくても標準で肉弾戦めっちゃ強いみたいな、まあ、先週と変わらずツムリを回収して女神化してグランドエンドを完結させよう、完遂させようっていうのが行動してるんだけど、ツムリがもう覚醒済みだっていう風にジットが言ってて、姉ちゃんを失って戦う力も気力もなくなったタイクーンが新たな力を得るためにケケラにそそのかされて、ツムリに同情を買えばシンバックルをツムリの創世の女神の力でもらえるんじゃないかっていう作戦が成功して、この闇ライダーに変身したわけですが、まあ、結局世界平和とか言いながらも姉ちゃんが幸せであることっていうのがベースになってたってことが判明して、そんな姉ちゃんがいなくなったのでもう復讐するために、要はもうこんな復讐は無駄だってことも K は分かってると思うんだけど、別にバッファーはサラをね狙って消滅させたわけじゃないので、それは K はもう分かってるんだけど、かといって家族が殺されてその拳を収めるわけにもいかない状態だと思うので、まずはバッファーを倒すためにあの強力な力を手に入れたと。なのでまあ状況としては先週と変わらず、世界を良くしていく過程で大地がパラサイトゲームっていうわけわかんないのを開催して、困った人類はみんな私の元に来なさいみたいな感じで、これクロフードのこの悪魔崇拝会みたいな、こんな奴らが大地の元に救いを求めて集まってるわけでしょ。で運営チームはつむりを回収してグランドエンドをこの世界で迎えさせて未来に帰りたいっていう、また新たなデザグラを開催したいっていう、この三つどもえの状態でございます。そこにベロバとケケラが怪人化してまで物語に介入してくるってことは何がしたいんだろうね。一応もう今ベロバ的にはミッチーのバッファーの不幸が見たかったってことで、バッファーは今ね絶賛不幸のど真ん中、ギーツに関してもステージ2の人間は今のところ手出しできずにいますからね。ステージ2の人たちはやっぱ助ける方法が今のところないので、どう本当創生の力がここまで効かない状況になるとは。あとさ、タイクーンがこう指をポキってやるシーンがどう見ても東京グールのカネキっぽくって、カネキ変身っぽいのがかっこよかったし、あの抜刀からの納刀の変身アクションとか必殺も一通りみんなおしゃれでおもちゃ操作が楽しそうな感じだったね。私はただあなたの力になれたらと思っただけなのに、復讐の鬼と化したケイワーは敵討ちへと動き出す。まず第一の狙いは道長、漆黒の将軍は静かに刀を抜きバッファーへ矛先を向ける。なすすべもない道長が悲痛な叫びを上げるが、競馬の耳には届かない。そしてあろうことか、ジットと手を組みつむりの女神化に刀、あーそこまで行っちゃう。まあそもそもデザグーラ継続派だからね。まあそもそも今ちょっと世界の仕組みっていうか、願いの力、思いの力が一番、強いものがこの世界で強いみたいな感じでジットが言ってて、それは多分ツムリの今の覚醒状態に関わってきてるってことですよね。だから今誰が一番思いが強いのかと、大地とかケイワが今二強なんじゃないかなっていう感じはありますけど、全ては姉を取り戻すため。あーなるほどね、そういうことが。第二の敵を探しさまよう闇の刃、ケイワの復讐は止まらない。これほんとあと数話だからね。あともう6月終わりでしょ。だから7月8月あと2ヶ月で終わりなんで、ギーツすげえわー。しかも来週女神完成、やばすぎるだろう。ツムリどうなんの。今週ツムリの私服姿で見どころが非常にあったのに、いやにしてもかっちょええな。武人ソード、あそう武人ソードさ、おもちゃ情報さらに来てたよね。リボルブチェンジか、リボルブチェンジ PB07 仮面ライダー大君武人ソードナッジスパロー6本ハクビセット欲しい。6本ハクビナッジスパロー来るのめっちゃいいね。次回の見どころは闇の力を手に入れてしまった系はサブタイトルは女神完成に加え、やはり物語上系は流れを入れなくてはと闇の刃と
2段重ねになっております。昨年12月公開のギーツリバイスでカゲロウが一瞬黒い軽和を垣間見ていました。そんなんあったっけ。かなり前からこの展開は決まっておりました。あ、軽和の写真も差し替わってる。五十鈴大地が放つ規制型ジャマトの脅威は止まることなく、その対象にエースが奮闘する。そんなエースの姿を見て自分も再びライダーになれば救える人がいるかもしれないと考えたネオンは、交流されている父後世のもとへ。そう、今週あったね。お父さん誰もクラマー財閥見舞い来ないんだがみたいな。だけど自分にはもうね、そんな権利はない、いや力はないって言ってましたね。だがもはや無力な後世はうなだれるだけで、11年前の悲劇が起こってさえなければと哀れみの目を向けるネオに対し涙を見せるのだった。一方絶望に打ちひしがれている桜井キーワのもとにキキラが来訪、危険な誘惑の言葉をささやく。その後エースが気晴らしにつぶりを町へと連れ出すも、二人の前にゲームマスタージットが出現。駆けつけたハレルやウィンと共にジットと戦うエースだったが、その際にケイワがつむりを裏路地へと連れて行ってしまう。ケイワはつむりに対して姉を守れなかった自分の無力さを語り、世界を守れる力を要求。それを聞き届けたつむりが目を閉じて必死に願う姿を見て、ケイワを素敵な笑顔を見せるのだった。ゴーンっていうね、荘厳な音になってましたね。そしてジャマトを倒し続ける道長と遭遇したケイワは怒りの目を向けると、新たなバックル武人ソードバックルを取り出し、仮面ライダー大君武人ソードへと変身。道長に猛攻撃を仕掛けていくだね。今結構みんなピンチだよね。何よりも大切な姉を失ったケイワ、過失だがサラを手にかけてしまった道長、大事な友人を失ってしまったネオン、自分が作り変えた世界で悲しい出来事を許してしまったエースで、なんかそうそう、ほらほらこれこれこれ、彼が作った新発明知恵の木、ここに姉ちゃんいるよね。サラのように地面に引き込まれた人々がこの木に集まっているで、あーやっぱってことはまだ助けられる可能性があるってことだね。ジードとかトリガーでおなじみの水野さん出てきて、もうキャラ濃いなと思って、相変わらず顔芸がすごかった。サラの亡霊みたいなのに悩まされる不幸中の道長が、いやクライマックス感出てるわ。で、あ、変身音にアベンジって入ってたっけ、復讐か。でこれ抜刀ね、この部分に左右分割線が開いてて、この忍者っぽい刀を前後することで必殺とか変身とかやっておりました。そう、満月切りみたいなね。あとは私服のつむり、私服になるとまた美しさが加速するな。これなんだ、忍者大君ミーツ忍び、あ、面白かったやつね。バンダイキャンディスタッフブログは、明日発売のダブルクロスか、造形がすごいすごいって発売前から言われてたので、今回はボックスでもう予約済みなのでレビューしたいと思います。特になんか1号が今回衝動系で出るのが3回目とかなんだけど、アップデートのされ方が今回半端ないってね。でフォームチェンジ、あとコンボチェンジか可能な、この辺も出つつ、フワさんとかジョーカースカルなんかもシールなしのもう単体完成のやつなので、サクッと買いで非常にいいと思います。この8種類ボックスは10個入れたけど、ラインナップは8種類ねって感じで、ここから怒涛のおもちゃラッシュ感ありますので、それはそれで物語がどうなるかっていうのと、おもちゃ発売非常に楽しみでございます。以上、レオンチャンネルでした。